そう、お友達が集まってくれること自体がまず幸せなことだから。そうなしな、こんなにね、ありがとうしな。もう本当に、はい、本当にありがとうしな。ね、さあそしてふなっしー、またね、幸せなことに、こうやってなしともさんもいっぱい集まってくれたし、今日初めてのお友達もいるんだけど、本当に？そう、さらにね、ご当地キャラのお友達もこのステージに来てくれてます。わー、ということで、紹介していきましょう。北海道からやってきてくれております、コアクマ様、そしてコアクマハモー、わかっけね、色合いがちょうどいいんですよ、綺麗ね。で、ふなっしー、はいはい、もう今年をね、振り返るにはいい時期じゃないかと思うんですが、ね、はい、ジップツアーでね、そうそう、悪魔様と一緒に回ったよね、いろいろ行った、来てくれた、来てくれた人、うん、ね、あのふなっしーね、ジップっていうライブハウスがあるんですけどそこの全国ツアーを今年やったんです。そうそうそう、うん、北海道も行ったしね、そう、名古屋も行ったし、東京も行ったし、大阪も行ったしな。そうですね、楽しかった、ね、でね、どこだっけ、名古屋公園かなんかでね、うん、フラッシーがね、めちゃめちゃマイクスタンド振りましたらしよ。うわーってはいはいはい、かっこいいね。そう、ブワーって振りましたら、うん、なんか足にバンってなったらしい。うん、誰の、え、悪魔様の、悪魔様、すごい痛そうにこうやって、え、悪魔様実際に痛かったの？あ、痛かった悪魔様がその後の、ね、悪魔の方番組でね、あのテロップで、うん、痛えよってかわいそう、ここに当たったからね、うん、ここ痛いよね、痛治った、もう今痛くない、大丈夫、よかったね、俺でなかった、ね、った労災認定されたんじゃない、労災認定そう、なんか労災認定のニュースが流れたじゃんからし、ボーボーアミスあん時ね、あのボーボーテレビ3曲ぐらいからね、なんかメッセージくださいって言われてインタビューさせるやめろっつうもう意味が分かんないから全部シャットアウトしてましたもうそれでいいよ、夢はねもっと期待からね、ブロックブロックで、なんかさっきちょっと悪魔様に聞いた話だと、はい、4箇所ね一緒に回って、それぞれで結構いつも本当は同じことをしようって話だったんだけど、はい、足をこうしようって言っていろんなそこの特色ができたって話を、ライブのライブの中で、そう、なんか大阪で乳首ドリルやったりとか、あ、やったねー、まだあれさ、乳首ドリル、乳首ドリルもさ、で、本番1時間ぐらい前に急にやろうとか言い出したから、いざ本番やってみると、本当にタイミングがなくてグダグダのうまくいかなかったんでしょ、乳首ドリルやってもないのに、乳首ドリルやらんのかい、やらんのかいズレズレだったんですよ。なんかそんなもんですよ。一緒にねドラムをやってたニャンゴスターっていうね赤いキャラさんがいるんだけど、なんかニャンゴもドラム叩く予定だったのに、タイミングが分かんなくて叩かなかった。そうそう、オロオロオロしてたし。あの下がり前がさらに下がったらしい。すごい光景だったんだね、本当ね。ね、でそれがねキャラメタルバンドって言って、あとはね今回のイベントも参加してるカパルっていう埼玉志木市の、ね、そうキャラと4キャラで、うん、キャラクターメタルでやってるんだけど、ね、カパルさっき話があるけど、どうした、ね、うん、ゆるキャラグランプリの、うん、あれそれ頑張ったら11位よしな、すごい、ね、そうだしな、もうなんかちょっと嬉しいのしな、同じメンバーがね応援してたしね、でしかも組織はないじゃないかしね、こんなこと言っちゃったらこんなことカパル言っちゃいけないんだけど、うん、色紙のあの団体しょぼいでしょ多分10人ぐらいしかいないでしょそれがね市区町村で総出でやってる団体にねあそこまで食い込んだってことは、うん、カパル応援してくれる人は多分あの中で一番多かったと思うんですよ、だって政見放送1位ですからねカパルね、だからね、そうそう、生放送やった時 ね一番人気だったしね、はい、もう皆さんありがとうございます、応援していただいてね、で、そのキャラメタルバンド解散しちゃったんだよね、解散、やっぱね、うん、音楽性の違いが浮き彫りになったんでしょ本番4回しかやってないんですよ、カバルがボカロやろうボカロやろうって許せるからさ知らねえしと思って今時よでもね、そんな解散しちゃったんだけど、はい、なんかまたちょっと再結成の噂もちょっと、あ
ですよ、まあ、ミニライブという形ですがね、なんと1月だ。何したっけ1月だ17 もう一回行くよ、1月だ17日東京ドームふるさと祭りでキャラメル復活発射。いいね、嬉しいですね、ね、曲がりとステージ曲がりとは東京ドームでやれると嬉しいですな、ね、どんどん大きくなっていきますね、規模がね。でもね、結構ね、向こうの運営さんが音響とかちゃんとしますんでって言ってくれてるんで、あ、すごい、ね、期待してるけど、まあ、言ったら多分スカスカな感じじゃないかな。みんな来てくれるよあと、ありがとうですね、もうお待ちしてます。優しいんだからわあ、ありがとうですね。ただね、フナッシーがどう歌うかとか、どういうバンドしてるのかとかっていうのを知らないお友達も今日いるかもしれないので、本当に、じゃあ今日ここでフナッシーさん、あ、はい、じゃあそういう人はググれ、あ、違うわ、ごめんなさい。さあここでじゃあ一曲ね、ちょっと皆さんにやろうかな。やっぱ曲はあの曲なしな。北海道で悪魔様と出会って作ったあの曲を聴くでしょ。じゃあみんなコールお願いするでしょ。せーの、なんとかナッシー。
がとうございます。いやー辛いな。いやちょっと梨汁の補給しなし。あれ梨汁どこ行ったっけな。どこ行っちゃったの。あれ梨汁どこだ。人落ちた。あった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 。あれあれねえぞ。やばい死んじゃう。あ、ありました。ありました、ありました。あ、よく見たらリンゴジュースだったらしい。はい、さあふなっしー、はい、早いわ20分。早い、早い。もうにもうなあのちなみに愛知右にいるからね。あ、どうも。愛知の愛知のオーラを差して左向いてるのに。もうやるなもう。あのじゃあ、はい、せっかく来てくれたお友達に、はい、ね、お写真撮ってもらおうか、うん、ね、じゃあ左斜め前向いてください。ステージ向かって右側のお友達シャッターチャンスにしたいんですけども、申し訳ないんですけどたくさんのお友達にお写真撮っていただくためにちょっとね今風船が高く上がってるのが見えるんですけどその後ろのお友達のお写真撮らせてあげてくださいね。肩車のお友達も同様です。今だけ抱っこしてみてください。はい、行きますよ。てってれはあ、絞りたて紙パック惜しかった。代用大きくなし。はい、じゃあ、ステージ向かって右側のお友達シャッターチ行きますよ。いいや、右前向いて、右前向いて、はい、はい、じゃあ行きます。せーの、はい、なし、ブシャ。いやみんな長い間レートなしなね。え、はに、はい、今年晴れてよかったらしな。手を高く上げてる方下ろしてあげてください。5、4、3、2、1。はい、ありがとうございます。続いて真ん中のお友達シャッターチャンスです。せーの、はい、なし。ごめんなさい、ちょっと等身でカメラ高く上げてる方いらっしゃいますけど、しゃがんでもらっていいですか。後ろのお友達にご配慮お願いいたします。はい、5、4、3、2、1。はい、ありがとうございます。あ、ごめん。はい、さあラスト。ごめんなさい、ごめんなさい、私じゃないんだし。ここでやる。またまた解散の危機に陥ってるんだし。再結成ならず。こういう小銭やんか山ほどあるんだしな。はい、じゃあステージ向かって右側のお友達シャッターチャンスです。せーの、はい、なし。ガシャ。はい、手を高く上げてる方下ろしてあげてください。ご協力ありがとうございます。ガシャ。5、4、3、2、1。はい、ありがとうございます。それでは名残惜しくも日ステージふなっしー最後となります。なんてことだ、もう終わりか、寂しいだしな。お腹出てる、やめろよ、やめろよ。ふなっしー妊娠した。そんなことないよ。え、妊娠、そういうこと言うんだよ。なんだそれ。お腹が出てきて、この寒い中、皆さん長い間ありがとうございます、ね、また来年もここで集まれるように皆さんのこれからの人生が幸せで満ち溢れますように。いか、諦めるな、いか、お前らならできる。横横、じゃあ最後は感謝感激なし汁ブシャーで締めたいと思うなし。はーい、抜き出しよう、せーの、感謝感激、梨汁、ブシャ。ありがとう、梨汁、サンキューでしょ、アイラブユー。バイバイ、バイバイ、声が出る、梨汁ありがとうね、バイバイ。そして北海道からはありがとうございました、悪魔、そして悪魔様、はい、ありがとうございました。さっきの曲、悪魔ファイヤー悪魔って言います。 YouTube でぜひ検索してください。さあ、そして